台に出させていただくんですけども、それが中野ザポケットにて10月2日から本番が始まるので、ぜひよかったら来てください。はい、質問コーナー、何の質問書いてくれたら答えます。体調は大丈夫ですか？体調は全然大丈夫ですよ。元気です。何年経っても変わらないこの感じ。うわ、本当ですか？よかった。3日に行きます。うわー、ありがとうございます。嬉しい。3日ね、やった、嬉しいな。待ってます。気をつけて来てください。3日。そう、パコっていうね、はい、役名で。宣伝中と止まっちゃいました。もう一回お願いします。舞台バックトゥザンちゃん10月2日から始まりますので、ぜひよかったらお待ちしてます。ありがとうございます。はい、声がガスガスだったんですけど、今日ちょっとだけマシになった。結構声でなんか出てる、なんかカスカスになっちゃってて、そう、結構ね、舞台で大きい声を出すことが多いので、そう、明日休みだから、最後のそれまでにちょっと直したいなって。最近失恋して、元彼が忘れられないんだけどどうしたらいい。あ、そういう系ですか。なんでしょうね。でも時間が忘れさせてくれるって言いません？なんかみんな最近失恋して元彼が忘れられないんだけどどうしたらいい。どうなんだろう。しかもね、失恋してか、失恋、みんなどんな感じ。みんなか、これでもマシ、うん、これでも全然マシになったよ。全然マシになった。もっとガスガスでした。昨日なんかやばかった。そう、これ全然出てる、昨日より。うん、今の私にそれは刺さる。あら、ちょっとなんかあったんですね。ちょっとでもなったようで何より、うん、なりました。でも時間じゃない？わかんないけど、ちょっとね、なんかどういう理由でとかもわかんないけど。どうなんだろう。ね、でもなんかいろいろ自分の趣味だったりとか友達と会ったりするのはどうでしょうか。今すごくお米が活発ですね。砂遊びめっちゃしてる。シャーってしてかわいい。辛いよね。そうですよね、きっとそうですよね。息抜きが絶対いいと思いますよ。うん、お米はあのハムスター、私が飼ってるハムスター。なんかあったんや。何、ガサゴサしてる音聞こえてきた。あー、そんな聞こえてんや。めっちゃね、遊んでる。シャシャシャって。うん、元彼と友達に戻れたらいいけど。なっちゃんどう思う？友達に戻るのあり？わかんない。みんなどういうもんなんやろね。わかんないけど、なおちゃんに会いに行って癒され。ああ、いいじゃないですか。来てくださいよ。舞台やってるんで見に来てください。あ、舞台めちゃめちゃ笑える。また笑える。私ももう何回もね、あの投資とかやってるんやけど、毎回笑う。そう、だから笑いに来て。そしたらそういう時間も結構大事ですしね。よかったら来て。中野ザポケットにて舞台うんちゃんやるんで。うん、ケースバイケース。やっぱ人によるよね、きっと。
うんちゃん、うんちゃん役ですか。まあうんちゃんですね。うんちゃん、うん、まあうんちゃん、まあ見に来たらわかります。見てほしいな。笑うの大事大事。こんばんは、こんばんは。実際の運送会社さんのユニフォームなのね、ビジュアルの衣装。あー、ビジュアルのやつはね。でも舞台上の衣装はね、また違います。うん、聞いてくれてちょっと疲れた、笑いたい、笑いにおいでほんまに。とかお笑い見に行くのもいいと思うよ。どう？お笑い、私お笑いライブ大好きです。見に行ったりする、好き。うん、それで言うと昨日コロチキさんの単独ライブだったんですよ。行きたかったです、本当。でも稽古最終日行けません。そう、残念でした。またあったらいいなって思って。うん、お笑いは笑いたい時に見ると元気になれるよね。うん、確かに。いや、ほんとすごいなと思います、芸人さんって。いけなかった、うん、いけなかった。最近お笑いってないね。いけてないかも。いけてない。行きたーい。いよいよ小屋入り、そう。何も考えず笑えるのいいね。確かにね、いいよね。初見です。わ、ありがとうございます。うん、本当に。あ、なんかさ、まださ、なおが作ったさ、私のあれアバター使ってくれてて嬉しいですね。ありがとうございます。うん、なおちゃん見てると元気になれるから、なおちゃんもすごい。そんな言ってくれるみんなが優しい、嬉しい、本当に。アバター懐かしい懐かしい。チームメイトの時はずっと好きです。本当嬉しいよ、そんな言ってくれて。うん、お、カキフライカレー初めてしてきたってこと？どうやった？美味しかった？うん、なるちゃんがなおちゃんに会いたいって言ってた。嬉しいな、会いたいですよ。私も、私はね、インスタ見て癒されてます。可愛くて、なるちゃん本当に可愛いなって。実際にこのアバターの衣装着たなおちゃん見てみたかった。確かに着てみたかったかもしれん。うん、うん、うん。なおちゃんのもぐもぐ動画好き。ああ、嬉しい。 TikTok 嬉しいな。うん、変わってなくて可愛いって書いてくれてるのかな。久しぶり、嬉しいな、嬉しい。ぬちゃんにはいい声してほしい、いつか。え、ちょっと待って、今してないみたいな。まあ、してないかもしれない、してるかわかんないし、何も言えませんけども、なんかいない設定で勝手に言われて。いない設定勝手に、まあ、ね、まあでもそうですよね。まあ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 ね、勝手にそんな、いつかで、まあね、でもね、本当に。いやでもね、本当に。いい人がいたらいいですよね、本当に。本当にそう思いますよ。なおちゃん好きすぎて子供の名前にした。本当ですか。なん、びっくり。今お米くんにメロ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 ですよ、本当に。癒し、毎日写真撮ってるわ、もう毎日。毎日。
なんかこの感じ懐かしいな懐かしいんや。キョドル、キョドル笑ってきてる。お米フォルダーえらいことな、なってる。めっちゃ枚数あると思う。うん、だって一瞬一瞬逃したらあかんやん。でさ、まあ写真どんどん撮っててたらさ、やっぱさ振り返るとさ、やっぱ大きくなってるんですね。成長してるんですよ、お米も。ああ成長してるって思う。うん、かわいい。いつから買ってるか、5月とか6月とか、なんかそこら辺だった気がします。いるに決まってるでしょに、いや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 って感じですよ。ハムスターって懐くの？ハムスター懐く。うん、ちょっとずつ懐いてます。お米のお気に入りの写真、うーわー、いっぱいありすぎるなね。一番初めに見た時より大きくなってたよね。ね、ほんまにほんまにね、成長してやる。めっちゃ可愛い。え、ていうかね、こういう話じゃないよ。え、今思ったら、こう今日の配信っていうのはあれやね、舞台について語ろうと思ってたんよ。うん、ごめんごめん、違うわ。今日違う、出だしからなんか違う。うん、あれよ、舞台の話したかって。舞台うんちゃん、ドライバーの消える日っていう舞台をね、はい、に出演させていただくんですけども今んとこ恋愛とお米ちゃんの2本立てな本当にそう、違うのよ。そう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 、危ない危ない。そう、あれね、あのうんちゃんの、そう、舞台に出させていただくんですけども、よかったらあの中野座ポケットにて10月2日からはいやってるので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。お待ちしています。はい、ちなみに10月2日から6日まで、はい、うんうん、彼氏できたの？なかなか聞きませんけど、まあできてませんけどね。楽しみにしてます、楽しみにしてます。ありがとうございます。嬉しい、嬉しいですね。絶賛ね、今お休み中で、あのあれ、バックトゥザンちゃん最終稽古が昨日に終わって、で今日と明日はお休みで、明日はね、その喉のあのあれあれ整体が、うん、ミサンガじゃない、普通に髪の毛くくるゴム、そう、何やったっけ何をとしてた、あ、明日整体の病院行って、そう、ちゃんとね直してから本番に向けられて頑張れるように行こうと思ってるところでございます。ほい、なちゃんはラッピングトラック見たの？見てない、私は見てないです。でも皆さんが写真撮ってくださってたから、それで見ました。そう、めっちゃすごい、実物見たい、早く。なんかみんな見たらね、教えてほしい。大好きななおちゃんには幸せになってほしい。優しすぎるでしょ。それで言うとみんなもですよ、本当に。うん、面白そうやから今回はなんとか時間作って行こうかと思ってる。当日券もあるよね。ある回もあったりなかったりする回もあるかもしれません。うん、はい。匂わせかと思って焦った。何の匂わせだこれは。最後までもいいね。そうですね、喉持ったらいいな。中の走ってほしい。当日券のご用意は直売前まで分かりませんので、今のうちに、そうですね、お席の確保の方がいいかもしれません。もう売り止めしてるとこもねあるみたいなので、うん、そう。なちゃんの配信は俺にとっての幸せ配信です。嬉しすぎる
後で調べる。ありがとね。あの X にも載せてるし、インスタにも載せてるし、よかったらチェックしてみてください。だよね、バックトゥーザフューチャーのパロディ加減が気になる。確かに確かに確かに気になるよね。でもさ、もうさ、ビジュアルがさ、もうさ、バックトゥーザフューチャー感満載やん。カッコも二度な感じなんでしょうか。ピアチケットは全て完売。え、ちょっと待って。ね、票がツイートされてるのはもうさっき見たんですよ。なのでちょっと見ます。チケットピアだと10月3日の19時と10月4日の19時だけもう残りわずかですね。ほんと数枚とかなんじゃないかな。うん、そうそうです、そうです。 T シャツめっちゃ可愛い。そう、めっちゃ可愛いよ。ぜひゲットしてください。私も着て、あの X に載せたんですけど。なおちゃん久しぶりに見た、ありがとうございます。覚えててくださってて嬉しいです。ありがとうございます。関西でもね、確かに関西でね、また舞台で行かせてもらえるように頑張りますので、その時はよかったら来てください。ピアでめっちゃいい席取った。おお、確かにチケットピアはあれやもんな、前の方の席選べるから。そうそう、確かに T シャツ黒に赤なのかっこよすぎる。わかる、めっちゃいい。なおちゃん、前髪が決まりやすい髪質。何、前髪が決まりやすい髪質なの？どういうこと？決まりやすいってどういうこと？前髪が決まりやすい、どういうことや。うんうんうん、黒に赤、一番好きな配色。へえ、かっこいいよね、確かに色合いが。そう、ぜひぜひぜひ。今日も金木犀オイル、うん、金木犀オイルはあれはね、寝るときお風呂上がりとかにつける。あ、そっか、台風とかもあるのか。飛びますように。昼にちょうど YouTube 動画のなお散歩を見ててさ、空港のご飯美味しそう。あれほんまに美味しい。値段はするし、ちょっと贅沢やねんけど。そう、でも一回食べてみて、よかったら。めっちゃ美味しい。朝から本当に幸せ。うん、台風なんからしい。なんかさ、ファンの方が言ってた。私も詳しくないから、ちょっとどこまで詳しいことはね、分かってへんから言えへんやけど。うん、めっちゃ美味しい。ケープは黒じゃなかったの意外でした。あー、そうなんだ。黒はね、ちっちゃいので使ったことあるけど、固まりすぎちゃうから、まあケープのキープ力が高いやつだからね、黒は。だからずっと使ってるのは私は緑ですね。うん、チケットピアみたい、混雑中で繋がらなくなってる。本当に？私も見に行ってみるわ。待ってよ。ほんまや、今アクセス集中してる。カンフェティとかはいけるけどね。確かに。なんでや。混雑中でさ、飛行機行きはいいけど帰りが、あ、そっちなんや。ね、確かに人気のチケットが取り扱い開始したのかな。それもあるかもね。違う舞台のってことですよね。
最近買ったコスメないね。全然私そういうのこだわりがあんまないから、よくないんですけど、あんまないんですよね。ずっと使ってるやつ使ってるから、今季のこれがみたいな。全然休憩のお供のでっかいクマはなちゃんあれね、あれはファンクラブに載せたんですけど、私がだいたい今回の舞台うんちゃんの稽古中の休憩中はあのクマと一緒にね、クマのぬいぐるみがあって、っていうのもそのクマのぬいぐるみは本当は小道具とかで何かで使われるか切り裂かれたりとかなんかで使われる予定だったらしいんですよ。でも結果使われなかったと。でずっと置いてあったので、私が大きいクマやからなんだろう、背もたれにしてこうね、クマに背もたれしたりとか、クマにこう寝る時の枕にさせていただいたりとか、まあそういう風にちょっと使わせていただいてて、はい、とてもふわ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 で、すごくいい、なんだろう、寝る時にも枕だけではなく手がね動くわけですから、私の顔を隠してくれる、こうこうか顔がこうっていう便利なところもそうっていうクマだったらしいです。うん、釣り用のもう使わなくなったクマのぬいぐるみだったらしくて、はい、それを使わせていただいてました。で私がずっとそのクマといすぎるから持って帰りますかみたいな言ってくださったんですよ。もうこれいらないんでみたいな、いやさすがにそれはちょっとできないですって言って、まあね、それはできないですって。ただ劇場にあれば確かになんか嬉しいなって気持ちはあったりとかみたいなね。でもまあなんか荷物にでもなるからみたいなね、搬入の時にねそれをしていただくのも申し訳ないし、ちょっといやまあでもねみたいな、やめときましょうってなったら、なんか気づいたら何か段ボールの中に詰めてくださってたみたいで、また劇場でお会いできるみたいで、はい、なんか嬉しい再会がまた待ってるみたいです面白すぎる、また会えるらしい。うん、他の人使えない、うん、そんな感じです。クマの方が目上目上とかそういうのないですよ、みんな一緒。ということで、まあ、もうちょっと終わりの時間が近づいてるのであれなんですけども、舞台うんちゃんバックトゥーザウンちゃんドライバーの消える日っていう舞台がね、10月2日から中野座ポケットにて舞台が始まるので、よかったらお時間ある方だったりとか急に行けるようになるなったって方はぜひぜひ見に来ていただけたらなと思います。はい、すごくパワーになりますので、頑張って稽古をねみんなで作り上げてきた作品なので、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。ということで、この後は21時からファンクラブ配信をするので、はい、そちらの方も見てみてください。はいありがとうございます。はい、うん、あ、そうですね、グッズのね、そうキーホルダーももうあっちでネット販売の方で販売されてて、他のパンフレットだったりとか T シャツのやつは劇場で販売してるので、ぜひゲットしてみてください。はい、
次の舞台はあれですね、マウシズムっていう舞台は22時から販売開始されるので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。はい、ということでそろそろ終わりたいと思います。久しぶりのショールーム配信ありがとうございました。ではファンクラブ配信で会いましょう。ではありがとうございました。また配信します。バイバイ。